小雨がぱらついています。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの23回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、優勝に向けた大一番を迎えました。緊迫感ありますね。いやー、もうね、ファンもね、一体となって緊張感を味わってますね。そうですよね、そのドキドキ感が伝わってきます。まずはタイガースの先発藤浪が甲子園のマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。里崎さん、大事なゲームになりますけれども、ピッチャーにも相当なプレッシャーがかかってきますよね。まあ優勝がかかる重要なゲームですからね、まあ、緊張するなっていう方が無理だと思いますけど、しっかり投げてもらいたいですね。そうですね、この大事なゲーム投げ切っていくことができるんでしょうか。初球はボールになりました。154キロがいきなり出ました。まっすぐですね。インローのストレート、力のあるボールです。さあ3球目は何か。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。近本抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。今シーズンここまでホームランは26本。藤浪、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは藤浪、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは3番丸。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。今日の先発ピッチャーは藤浪、ここまで8勝をマークしています。際どいコース見送ってストライク。154キロがいきなり出ました。惜しいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。アウトコースへ決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。よく見ています。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。さあ西さん、球場の緊張感、この放送席まで伝わってきますね。いや本当ですね、あのお客さんもね、非常に緊張気味の表情ですよね。本当にそうですよね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは近本。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。これが2球目。アウトコース空振り、あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ。セカンド取った。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには上本。まあ送ってくるんじゃないでしょうか。なるほど、そうですか。まあ牽制のうまいピッチャーですから、ランナーは要注意ですね。ああそうですね。
まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。ランナー飛び出している。二塁へ。二塁タッチはアウト。牽制でアウトを取られました。そうですよね。ちょっと逆を突かれたような形になりましたかね。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス糸井、2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。一塁はセーフ。さあ2球目は何か。2球目打ちました。山本が掴んで2アウト。バッターは4番大山。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。いきなり牽制セーフ。初球は何から入ってくるか。インコースファウル。ノーボールワンストライクです。2球目打ちました。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打席には4番バッター岡本。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。タイガースの先発は藤浪。ここまで15試合に登板して8勝5敗という成績。前回の登板は6イニング投げて勝ち投手になっています。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。打順は5番ゲレーロ。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。4球目は何で来るか。引っ掛けさせようかというボール。次が5球目。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター楊大寛。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトランナー一塁です。初球わずかに外れてボール。154キロがいきなり出ました。はい、変化球が決まっています。キレのあるボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。藤浪セカンド送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで切り抜けたのは良かったですよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏になります。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番福留。今シーズンここまでホームランは1本。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。
次が2球目。外は入っています。次が3球目。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。打順は6番丸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、胸元へ持ってきました。ストライクです。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの梅野、今シーズンの得点圏打率は4割2分5厘となっています。いやー、すごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。打ち上げました。ショートフライ掴んでアウト。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには北条が入っています。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。打ち上げた。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。先制することはできませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって0対0同点です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、うまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。見逃し三振、ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー小林。ここのところ当たりが出ていません。藤波、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました。ファウルになります。2球目は何で来るか。ファウルです。打ちました。またファウル。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの菅野。まあ、バントでいい場面ですね。はい、さあ送ってくるか。送ります。マルテ、アウト。そのままタッチして2アウト。送りバント成功です。2アウトランナー2塁。バッターボックスの山本、今シーズン得点圏での打率は1割8分1厘となっています。右に切れてファウル。これが3球目。外、これは外れた。154キロ。外の球打った。ファーストの左、抑えた。一塁アウト。これで3アウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。
先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。先発の藤浪が打席に入ります。まあ、打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球ボール、これが2球目。これは内へ外れます。ボール先行です。カーブ、すくい上げた、取ってワンアウトです。打順はトップに帰って近本。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。はい、やはり足が速いのは武器になりますね。本当にそうですね。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。さて、バッターボックスの近本、どういうバッターなんでしょうか。まあ、ホームラン打ったかと思えば今度は盗塁。インサイド落ちました。掴んで2アウトです。打席には2番バッター上本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。アウトコース外れます。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3回終わって0対0同点です。回は4回の表に入っています。ジャイアンツの攻撃、2番バッター坂本、先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガース得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ、里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ、そうですね。塁に出すと余計な神経も使えますからね。出したくないですよね。そうですよね。初球ボール。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい。いいところへ決まります。154キロ。こういう足のあるバッターは塁に出さないように気をつけたいですよね。そうですね。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。打った、ヒットになった。センター弾く、ボールを拾って、これで5試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあ、コースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球コーナーをついてきました。スピードボールを持っています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。改めてお聞きします。バッターの岡本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、一発長打が期待できる貴重な和製大砲の一人ですね。そうですか。変化球で空振りを取ります。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。ファウルになります。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、走塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。
これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね、そういった機動力を重視したチームがね増えている印象はありますよね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう、ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。西さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、とにかくここからですよね、チャンスを作って1点でも取ってほしいですね。そうですね、まずは1点という、そんな戦いです。高め外れてボール、ボール先行です。ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう、見事期待に応えました。バッターボックスには4番大山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットで一塁はセーフ。外から入りました、手元でスルスルっと逃げていくボールですね、もう一度同じようなボールが来ても打たされないことですね。なるほど、そうですか、アウトコースに来ましたね、そうですね、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。クイックが速いピッチャーですから、ちょっと走りにくいかもしれませんね。打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています、センターが取りました。さあ一塁には先制のランナー、バッターは福留。ここはエンドランという手もありますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、さあ何を狙っていくか。改めてお聞きしますが、この福留どういうバッティングスタイル。打った、さあどうだ、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。右中間破っていきました、二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています。そうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあそして打席にはマルテが入ります。さあ一打先制のチャンス、この辺りで均衡破り一撃が欲しいですよね。なるほど、そうですよね。バッターのマルテ、今シーズンの得点圏打率は2割8分2厘となっています。ここは内野は前進守備ですね、バックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようです。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。ボールをバットに乗せて打った、バックホームする、サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース先に点を取りました、1対0。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。そうですね、振り遅れることなくうまく打てましたね。ここで欲しかったタイムリー、先制点が入りました。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあチャンスが続きます。ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。
際どいコース見送っています。ここは中間守備ですね、まあ、補給してからどこに投球するのか一瞬判断が難しいところですね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。右中間へ、ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドからパスを蹴った。二塁へ送球。タイガース追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。ここで畳みかけたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の北条が入っています。初球打っていった。三塁送球。三塁タッチはアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあまず1球目、いいコースですが外れています。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。インコースの変化球見ています。ボールが3つになります。これが4球目。左に切れてファウル。決まった。低めいっぱい。スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。インサイド打った。ショート正面取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回タイガースついに均衡を破りました。4回終了2対0タイガース先制です。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか？まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。高め打ちました。この当たりはどうか。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番田中。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが藤波、そしてジャイアンツが菅野、この2人の投げ合いとなっています。アウトロー、空振り。ノーボール2ストライクです。変化球、空振り。バッターボックス、小林。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。打ちました。いい当たり。センターへ抜ける。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。これが1球目。こういう場面で初球から簡単にストライクを取れるのはボールに自信があるからでしょうね。なるほど。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト。スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ストライクゾーンに落としてきましたよね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2対0タイガースがリードしています。これから5回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える5回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには上本。ここは送った方がいいと思いますけどね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここはゲッツー体制のままです。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。いや本当足速いですからね。これでアウトを増やさず、ランナー飛び出している。三塁タッチはアウト。牽制でアウトを取られました。そうですよね。ちょっと逆を突かれたような形になりましたかね。インコース決まった。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番糸井。先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思いますよ。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんで。ランナースタート。ヒットエンドラン取った。アウト。ツーアウト。さあそして打席には大山が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、追加点のチャンスです。この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。伸びていく。フェンスダイレクト。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点3対0。これでリードは3点となりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。試合中盤徐々にリードを開いてきました。バッターは5番福留。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。インサイド落ちました。これはどうか。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。5回終わって3対0。タイガースのリード広がっています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、チャンスの場面、打ちに行くも捉えきれず、先制とはなりません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね。やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。インサイド、打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。2番バッター坂本、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。3番バッター丸。
さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。初球見送っています。スピードボールを持っています。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、タイガースがリードしています。6回の裏、タイガースの攻撃。バッターボックスには6番マルテ。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。タイガースリードで迎える6回の攻撃です。大きく外れました。ボール先行です。強い打球、センターオーバーのヒットになりました。二塁へ送球する。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。初球は外、手元でスルスルっと逃げていくボールですね。まあただ外ばかりに意識がいってると内側で差し込まれてしまいますね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここもファールです。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか。どうだ、センター掴んでワンアウト。一塁送球アウト、ダブルプレー。打席には1番バッター北条。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ボール、ファウルになります。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。低めの変化球です。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。田中が掴んで3アウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。6回終わって3対0タイガースがリードしています。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。2球目打ちました。ライトが取りました。打席には5番バッターゲレーロ。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。レフト前ヒット、ゲレーロヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。6番バッター楊大寛。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さ
さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。5球目は何で来るか。三振になります。ツーアウトになっています。打席には7番バッター田中。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナー一塁です。空振り、あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。打ちました。北条が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対0タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンタイガースの攻撃。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。アダメスが2番手としてマウンドに上がります。先発の藤浪がバッターボックスに入ります。ここまで完封ペースの好投ですから代打はないですね。そうですね。初球打ちヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。ランナー挟まれた。三塁タッチはアウト。打順は1番に帰ります。バッター近本。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。アウトコースファウル。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。サードが構えます。取ってツーアウトです。バッターボックスは2番上本。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。2球目打ちました。田中一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。7回終わって3対0タイガースがリードしています。ゲームは8回に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃。打順は8番小林。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。タイガースリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますがやや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の阿部。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね。この起用に応えたい。初球打ちファウルになります。インサイド落ちました。この当たりはどうか。センターライナー掴んでこれでツーアウトです。バッターボックスには代打の大城。ツーアウトになっています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました。掴んでスリーアウト。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。3対0タイガースがリードしています。8回の裏タイガースの攻撃です。
一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高木が3番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは高木、今シーズン30試合目の登板です。これが初球、際どいコースに送ってストライク。インコースボール、ボールになります。打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ終盤での追加点はダメージ大きいですからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには大山が入っています。バッターボックスの大山、今シーズン得点圏での打率は3割2分9厘となっています。いやー4番らしい頼もしい数字ですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああそうですか。左中間へ持っていった、打球はいいところに飛んだか、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。4対0、これでリードは4点となりました。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いやいい形でね点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。この展開でこの点差、勝利の二文字が見えてきました。さあそしてバッターボックスには福留が入っています。さあチャンスが続きます。まあこの流れで追加点を奪っておきたいですね。なるほど、引っ張った、田中が抑えています。ワンアウト、つなげなかったですね。まあランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には6番のマルテが入っています。さあ2球目は何か、いいところに決めましたね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。次が3球目、打ちました。坂本一塁へ、ツーアウトになりました。まあなんとか進塁打になりましたね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかる梅野が打席に入っています。西さん、バッターの梅野対左ピッチャーはどうなんでしょう。彼はどちら、引っ張った、ヒットになった、サードランナーホームイン、二塁へ送球、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、5対0、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは8番北条。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。チェンジアップには反応しません。ボールです。さて西さん、この北条、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。ちょっと左には弱い傾向がありますね。そうですか。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。さあ打席には先発の藤浪が入ります。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。7対0、タイガースなおもチャンスです。打順はトップに帰って近本、
今日は盗塁を一つ成功させています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いや、兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。次が2球目。体に近いところ。兄さん、バッターの近本対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は引っ張った。ライト前落ちる。セカンドランナー三塁を回った。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。一塁牽制セーフ。さあ、初球は何か。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。なるほど。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8回終わって7対0タイガースのリード広がっています。さあ、マウンド上の藤浪、しっかり抑えていきたい。インコース、ストライク。スピードボールを持っています。外れましたか。いいボールでしたけどね。アウトコース、ストレート、際どいところを見極めました。変化球、タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。なるほど。さあ、何をする。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。一球一打に大きな歓声が沸きます。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、やはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。バッテリーもインサイド打った。ショートの右掴んだ。そのまま入って一塁アウト。これは際どかった。4番バッター岡本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ、最後のバッターになるでしょうか。ああ、いいボールでしたけどね。はい。変化球わずかに外れてボール。インコース決めてきた。ツーボールツーストライクです。平行カウント。変化球空振り。試合終了。阪神タイガースリーグ優勝達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手。抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは阪神タイガースです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。やっぱり強いと思いますよ。まあ、本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三唱が始まっています。さあ、そして監督の胴上げ。甲子園のファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのタイガースファンの元に向かいます。ああ、本当に選手もファンも嬉しそうです。喜びを本当にかみしめている瞬間です。ご覧のように阪神タイガースが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうタイガース。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。